皆さんこんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは。今回もまた初心者をとりあえずこれ弾けシリーズを続けておりまして、6曲目のグリーンデイのアメリカンイディオットという曲を練習しております。その動画の2本目の動画です。さっき1本目の動画でパーツを練習しましたけども、この2本目の動画ではそのパーツを組み合わせる練習をしていきます。結構ね、シンプルで簡単だと思います。割と、こんなもんかってすぐできると思うんですけれども、そしてなんかこうね、曲に合わせて弾いたりするとね、なんかガシガシこうね、倒しをこすような感じでピッキングすると結構面白かったりとかするので、ワクワクするというか、楽しむというか、なんかキャッ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 する感じになると思いますので、一緒に楽しみながら練習をしていきましょう。早速ギターを持っていただいて、スタートでございます。とりあえずこんな感じでバーッと一覧を書き出してみました。1本目の動画でなんか R2、R×2 とか、なんか R ギュインとかそんな話をしたんですけども、そういったのも細かく書き込んでみた次第でございます。多分ね、文字ちょっとちっちゃいですけど見えますよね。本当最近のこのデジカメはね、高画質だからね、本当ね、なんか僕がその昔使ってたようなさ、そのね、2009年とか2010年とかに使ってたようなさ、なんかこのしょっぽいこのデジカメみたいなね、あの画質だとこれ絶対見えないですからね。本当これはもう最近の高画質は恐ろしいなって感じですよ。さすがにここの歌い室とこれ読めますかね。これはわかるかな。歌い室読めるかな。この下の滝沢勝成と石川美穂はね、ちょっとさすがに厳しいと思うんですけど、この歌い室もわかんじゃねえかなって感じですね。で、こっち側もちょっと細かく書いちゃいましたけども、R2 とか R×とか多分読めますよね。これね、半端ないですよね。まあ、いずれそのなんかこう 4K とかになってきたらね、僕のこの鼻の毛穴とかがこう見えるようになってきて、こう、ね、なんかこのメイクとかをなんたらかんた、まあいいや、そんな感じでスタートしましょう。とりあえず、R2、R×、R2、R×という感じで弾いていきます。一緒にやってみましょうか。ゆっくり行きますよ。R2、R×、R2、R×という感じでやっていきます。行きますよ。1、2、3、4。で、次は×。こんな感じです。で、これで最初のイントロが完成です。で、もし皆さんがそのね、ある程度手順を覚えてきて、よし、CD と合わせるぞってなった時に、気をつけていただきたいことが一つあるんですよ。この曲ってドラムのカウントとかが全くない状態でいきなりギターからバーンと始まるので、そのいつ始まるかわかんないんです。で、ギターがいきなりこうね、R2 からスタートするので、そのね、合わせられないんですよ。なんで、もしその CD と合わせるときが来たならば、一回この R2 は捨てて、無視してこの R×から練習すると良いかなと思います。一回その CD をぶっといて、ベベツピンベツトンドディンドゥンバンドゥルスケンデストンドディンドゥン。って感じで、R×から参加すると良いかなと思います。そんな感じです。で、A メロに入ると、これが超シンプルなんです。とってもシンプル。しばらくお休みして、キャーだけ行きます。この、線はそのお休みってことです。お休みキャー、お休みキャー。お休みキャー R2、お休みキャー R×、お休みキャー R2、お休みキャー R ギュイン。こんな感じです。やってみましょうか。1、2、3、4、I wanna be in America, yeah, I! 間違えた。早速間違えた。もう一回お願いします。すいません。もう一回ちょっと合わせてもらっていいですか。ごめんなさい。間違えました。もう一回いきます。1、2、3、4、I wanna be in America, yeah, I!こんな感じです。ちょっとしくりましたけれども、ちょっと楽しくなっちゃった。ちょっと間違えちゃいました。こんな感じです。で、これを素早くやっていくと意外と大変だったりとかするんですけれども、ちょっとゆっくりから練習してみていただいて、だんだん早くすればいいかなって感じでございます。どうしようかな。ちょっと次だから一緒に早くやってみましょうか。レッツチャレンジしましょう。また頭からいきます。いきますよ。A メロの頭からいきます。1、2、3、4、アメリカ、アメリカ、アイ、ブルスケンデスト。で、2、1、2、3、4、1、2、3、アイ、ブルスケンデスト。で、で、で、アイ、1、2、3、4、サンドしてり、アイ、ブルスケンデスト。ザ・サブリナ、フィー、アイ、ブルスケンデスト。はい。こんな感じです。で、B フラット、B セクションに入ると、さっきのあのリズムパターンをこのコード進行で続けます。D フラットから行きましょうか。行きますよ。1、2、3、4、D、タタタタタタンタタカタタタタ、ジャンジャカジャカジャカカジャカジャカ、ジャンジャカジャカジャカカジャカジャカジャカ、ジャンジャカジャカジャカカジャカジャカジャカ、D、タタ。次が A。D、タタタタタタ、で、次が E。ダンタタタタタタタ、で、お休みになります。
ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ガー。ここでもそのギャーが入ります。ギャー。で、このギャーを弾いたら、ここに踊っていきます。ここ。R2、R バツをやって、また同じように、バーンと繰り返します。もう全部一緒です。ここ戻ってきても全部一緒。もう本当、全く同じの繰り返します。で、次、ギャーと言って、2回目のとき、このリピートマークは無視するって何回もやりましたよね。2回目のときはこのリピートマークを無視して、インター、間奏ですね。間奏のところに行きます。R2、R バツ、R2、R ギュイン。やってみましょう。R2、R バツ、R2、R ギュインです。行きます。ワン、ツー、スリー、フォー、ダラツカタツボンドタツ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 ー。こんな感じです。で、この後に、来ましたよ、ソロ。さっき1本目の動画でやりましたね。一緒に弾いてみましょうか。ちょっと早めに弾いてみましょうか。いきますよ。ソロいきますよ。一緒に弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。間違えた。あ、どまい。こんな感じです。で、このソロが終わったら、R バツをすぐ弾きます。ベスキーベストンドビドンドンバラスケンキス。こんな感じで。で、その次、この A' のセクション、ここ歌が入っているんですけれども、歌が入っているとき、R バツ、R バツ、R バツといきます。パンパランパンパンパランパンって感じでお休みをして、その次、B セクションに行きます。書いてあるんですけど、ダルセーニョ。ここですね。ダルセーニョ、戻る。記号に戻る。これは記号です。これです。ここに戻ってきます。で、また同じように B セクションに弾いていきます。デンデゲデゲデゲンと行きましょう。D フラットがいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。で、次 D。で、ソロ後、最後、エンディングに向かうときは、ここはお休み×じゃなくて、R×になります。R×。ベンベレベン、ベンベレ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 ベン。こんな感じで。で、この後、R2、R2、R2 と弾いてアウトロが来ます。R2 が3個来ます。ちょっと変わりましたよね。A、H、D、D、G の後に D、D、D、A。アップから D、D、D と3つ弾いて、ダウンで A で締める。アップから D、D、D、3つ弾いて、ダウン。D、D、D、A。途中まででしょう。A、H、D、D、G まででしょう。A、H、D、D、G まででしょう。で、ここから D、D、D、A。これで曲が終わりです。こんな感じでございます。さっき最初に言いましたけれども、結構シンプルですよね。あ、割となんか意外とできそうだって感じだったかと思うんですけど、どうでしょうか。まあ、意外とテンポが速いんで、このギターソロの。ここがまあ気合いの見せどころかなって感じですね。できればそのダウンピッキングだけでいった方がいいかなと思うんですけども、ダウンだけじゃやりづらければ、そのアップ交えても全然 OK です。でも多分、気合いってダウンだけでやった方が多分最初はうまくいくと思います。オルタネイトっていうか、そのダウンアップで交互に弾くやり方でやると逆に難しいかなと。まあ、どっちもいいですけど。いろんなやり方があるんですけども、お好きな方法でやってみてくださいませ。とりあえず僕のおすすめとしてはダウンだけで弾くのが一番おすすめという感じです。多分それが一番やりやすいと思います。ちょっと疲れるけども、一番やりやすいと思います。じゃあそんな感じで、グリーンデーのアメリカンイディオットという曲でございました。まあ、イディオットっていうのはその、まあね、バカ者というかアホ者みたいな感じで、アメリカンイディオットっていうのはその、まあね、言ってみればそのバカなアメリカ人みたいな、なんかそんな話になってしまうんですけれども、グリーンデーの中でね、おそらくこの、曲が一番有名なんじゃないかなという感じです。もう、
アメリカンイドットっていうアルバムがあるんですよ。タイトル曲やってますけれども、アメリカンイドットっていうアルバムがあるんです。それが多分ね、一番あの売れたアルバムで、一番有名なアルバムかと思います。他にもね、その、すごいいい曲というか、こういう感じのパンクロックで、ね、すごい分かりやすくロックでこう、ね、爽快感があって、キャッチーでみたいな感じの曲がすごく多いので、この曲気に入っていただけたならば、この曲気に入ったならば、アメリカン・イディオットというアルバムを借りてみることをすごくお勧めします。その前後のアルバムとかも、ね、すごくいいんですけれども、このアルバムが、ね、僕も多分一番完成度が高いというか、まとまりがいい感じがすごくします。ただ他にもその、ね、パッと聴いてかっこいい感じで。ちょっとこうギターリフ聴いただけでもなんかちょっとおかっこいいなって感じはしませんか。こんな感じで分かりやすくキャッチーでかっこいいというのが、ね、すごく多いアルバムなので、もし興味がありましたらアメリカンイドット聴いてみてくださいませ。でアメリカンイドットはバスのバカなアメリカ人というタイトルになっているんですけれども、一番最初にこの Don't wanna be an American idiot って感じで、そのバカなアメリカじゃなりたくねえみたいな、なんかそんな感じの切り出して始まるような歌なんです。ちょっと放送禁止用語も入ったりとかしね、MV の方だとなんか無音になったりとか、テイクによってはピーが入ったりとかするんですけれども、まあそのなんかメディアとかに踊らされているような、ほなアメリカ人にはならないようにしようぜっていう感じの注意喚起的な意味合いが含まれている曲でございます。ちょうどそのイラク戦争が、アメリカがそのイラクとその戦争を始めた、あとにその作られ、翌年かな、翌年かなんかにその、ね、発表された曲なんですけれども、だその、ね、世の中的にはその、ね、そのアメリカが、ね、そのイラク戦争をそのなんか賛成というか、イラクと戦争することをその是とする、良しとするようなメディアを流して、その国民がそう洗脳されたってわけじゃないですけど、メディアに踊らされて、もう戦争万歳じゃないけど、もうイラクとどんどんやっちゃえ、やっちゃえ、イラクなんかやっつけちゃえみたいな感じになっているのを、まあ、危惧して、まあ、その曲を書いたんじゃねえかなんて当時は言われてたんですけども、実際本人は別にそんなことは、ね、あの考えてなかったみたいで、別にそのイラク戦争うんたらかんたらとか、そういうのは関係なく、なんかレイナード・スキナードとかの、ね、曲とかに、ふと耳についたときにそのインスピレーションが出てきて、それを書いてて感謝らしいんですけれども。でもまあね、時期的にもその反戦家と、ね、捉えられてもおかしくないような感じですし、あと内容もすごく、ね、そのストレートで分かりやすくてかっこいいので、やっぱりその支持される意味が、理由がすごくわかるかなと思います。これがもっと具体的な話になってくるとね、やっぱりそのメジャーバンドとしてやっぱ活躍できないわけですし、ちょっとこう、少しマニアックというかそのサブカル的な感じになってしまうんですけれども、そしてこのバランスがすごく程よいかなと。思います。で、まあ、その実際その戦争がうんたらかんたらとか、ね、関係ないけれどもね、やっぱそういう意味なんじゃねえかなみたいな感じ で、そのメディアに踊らされているアメリカ人たちに違和感を覚えるアメリカ人たちもやっぱ当時はたくさんいたわけで、だそういう人たちに対して、ね、すごいこの支持されたっていうのもすごく大きいのかなっていう感じです。多分タイミングも相まって売れたっていうのはすごく大きいかなと思いますね。本当にこういう歌というのは、時代を象徴しててすごく面白いなと思います。まあ、よかったら、その辺の、なんていうんでしょう、世界事情とかも調べてみるとすごく面白いかなと思います。そんなわけで、グリーンデーのアメリカンイドットという曲でございました。聴いてわかると思いますが、とってもキャッチで、とってもかっこいい曲です。CD を、ね、大きめの音量で流して、隣の部屋の姉ちゃんに怒られないように気をつけながら、ギターライフを楽しんでいただければなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよならの前に、いつものおなじみのあれでございます。滝沢勝成、いつも。すいませんね。毎回毎回同じことを言わさせていただいて、すいませんね。お伝えさせていただいてしまって、すいませんね。この辺で動画を止めてしまうのかもわかりませんけれども、その動画を止めてしまう、その指を、この止める優しさを、今一度僕に与えてくださいませ。つってね。いや、まあ、毎回同じこと言ってるから、別にもう言わなくていいかって感じはしますけどね。滝沢勝成、Twitter やっております。TAKIJAWA、Twitter やっております。よかったらフォローしてみてくださいませ。つっても、皆さんもうフォローしてるかもわかんないけどね。フォローしてるかもわからないけども。でも、もしそのフォローしない人がいらっしゃいましたら、ぜひフォローしてみてくださいませ。Twitter やってないよ !Twitter まだ登録してないよっていう方も、意外と Twitter 登録してみると面白かったりとかするので、こんな機会に Twitter 使ってみるのもいいかなと思います。結構ね、その、Twitter 今までやってなかったけども、滝沢さんフォローしたいから Twitter 始めましたみたいな人も結構多いんですけども、そういった方々を見てるとね、割と楽しんでる感じがするので、よかったらこの機会にアカウントを作ってみるというのも一つの手かなと思います。はい。こんな感じです。ではではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。See you next time. Bye.